アドカ9号、アドカ9線が停止しました。アドカ1番3段、アドカ1番4線、アドカ1番4線、1番6線、アドカ3、アドカ7線連、アドカ6、アドカ6号6線、アドカ6線6線、アドカ6線連、アドカ5号、アドカ6号、アドカ8号、アドカ9線、アドカ1番、アドカ…おはようございます。12月30日、土曜日です。本日の水揚げ状況は、少ないですね。はい、今日はね、今年の開市の最終日っていう風になりますが、水揚げの方はね、かなり少なめになってますね。まあ毎年ね同じような感じなんですけどね、もう最後ですからね、もう本当どこもがね、もう小物とかそういったのはね、あんまり必要としませんのでね、もう年末お正月商品だけっていう感じになっております。はい、ということなんですが、まあ本当ね、今年もね、あと残すとこ2日になりましたね、今日と明日。あ、まあね、本当魚屋さんにとってはね、今本当もう今日明日ほぼうちもそうですけどね、寝ずにもう準備をしていくっていう感じになりますけど、本当にね1年間ありがとうございました。とりあえずまあ少しはね、出荷されてますんで、まあどんなもんか見ていきましょう。はい、タコですね。まあ年末にかけてめちゃくちゃいい値してましたよね、やっぱね。確かでも去年はね、最後の最後タコはね値段が下がったような記憶があります。今日はどうでしょうかね。はい、あとはナマコが大量に、まあ、ナマコはね取ってかなり止めてるもんがありますんでね、それを出荷してくるっていう感じですが、まあそうですね、容器あるんですけど最終日どうでしょうかね。ナマコの動きがうちの店の方じゃね、そんなに予約もないんでそこまで動かないかなっていう感じはしますけど、最後はどうでしょう。はい、その後ろに白ミルガイ。はい、こちらはこんな感じになってます。はい、活魚コーナーですが、まあほとんどないですね。まあでもね、ちょっとだけなんか出荷予定にはなってますね。ヒラメが数枚。今水が運んできましたが、そうですね、いいヒラメですね。いいヒラメ、これも綺麗なです。はい、ヒラメが今のところ数枚おります。はい、今ね水も入ってきてますんで、こちらにも少し出てくるんじゃないでしょうかね。何でしょうかね。また後見に行きましょう。はい、セリバですがこんな感じですね。もうパッと見ナマコと白ミルが少し並んでるだけって感じですね。板が並んでるんで少しサワラとか出てくるのかな。はい、そんな感じでカニコーナーはこれだけですね。まあ漁に出てないんでね、ほとんどの漁師さんがねもう昨日までに出荷されてますんでね、まあ渡りガニももうほとんどないですね。はい、まあどの列に移してもね、もうほとんど同じような感じなんですけどね、白ミルガイと。はい、こちらも白ミルガイと赤ナマコ。はい、
物がね少しだけレンチを、そうですね、さすがにまあ安いと言ってもね、小物がこんだけならばこれはこれでそれなりの値がつくかもしれませんね。何件かはねいるってとこもあるんでしょうから、はい、そんな感じで、こちらはまだ出荷前、あの後ろにも何かカサゴですね。まあカサゴもねこの年末にあまり需要がないんですけど、まあスーパーさんなんかで棚に何か置いときたいっていうのはまあ使うかもしれませんね。カサゴちゃん、はい、ということで今のとここんな感じです。今のとこってこれ以上増えるのかな、まあここ出荷されてないところにね多分サワラか何か並ぶとは思うんですけど、はい、こんな感じです。はい、送りの2ですが、もう今日はねさすがに、こちら送りの方もね小物とかそんなんはねなしで、ほぼ、99% 注文のもんだけっていう感じですよね。はい、年末お正月用品の注文を持って帰ってるだけ、そんな感じです。パッと見ブリとかもなんかないですね。あんまり需要はないのかな、どうなんでしょう。はい、ホタテとかね、貝柱、貝柱ですね。あとはフグの磨きとか車エビ、殻付きカキ、すごいな、年末殻付きカキ売れるの。はい、小さめのねネジとか、まあブリ系ですけどね。はい、というわけで今日はねやっぱ出荷がないんで殻箱が大山になってますね。ということで、あ、ここにもねちょっとだけ小物が、このルーさんはちょろっと出たんでしょうね。園長とパラパラ赤貝、これは足赤ですね。あ、いいかも。今年年末っていうか最後の方はねこの足跡が結構バサバサっと上がりましたよね。はい、ってな感じで競り場の方はまあ少しずつね出荷はありますが、そんなに増えてこないですかね。あ、後ろにサワラが少し並んでますね。はい、これも結構でかいですね。昨日もね多かったからね、かなりみんなどこもストックができたんじゃないかな。はい、どうでしょうか。はい、こちら戻ってきましたが、生き締めのチヌが少し、モガレイが、あ、すごいねこのマコは、モガレイ、マコガレイですね。ここにはメワロちゃんが結構硬いんですけどね、まあ、数は少ないです。バウスちゃん、ミラマレイだ。はい、こちらね生き締めのタイガー出てきましたね。最後の最後に出られた漁師さんが、ええタイだね。結構いい感じで上げてますね。
まあ今日はね活業もほとんどないんで、これやっぱいいねするでしょうね。もう私もどれか買えたら狙ってみたいと思います。買えるかな、めっちゃ高そうな気がする。こちら先ほどの板の上ですが、いや餌やね、でっかいね、みんな、なんでこれでかい、すごい。はい、やつ大人気ですよね。今日も値がするんじゃないですかね。最後ですけどね。いいねこれ。機台とこれまたでかい。ミナ5キロなんぼやね。新規したよ。一つだけ。言っちゃったよ。新規抜いた方がいい。そうそう抜いた方がいい。一つだけ新規した。おばちゃんのものはみんなでかいね。いや今までこんなことないよ。今までないないよ。それもやってないよね今まで。何のことですか。はい、というわけでこんな感じで出てきましたかね。はい、ほぼナマコと白身。サワラ、タイが少し、はい、こんな感じです。カニはやっぱ増えませんね、もうじゃあ次はですが、あ、名簿が出てきましたね。あ、まあ、どうなんですかね、この時期に。まあ、いるとこはいるでしょうね、料理屋さんを収めるとことかはね。はい、あとは可愛いタイが、あ、やっぱ今日はタイもないですね。締め台しかないかな。あとはヒラメ、はい、こんな感じです。はい、釣り始まりますっていうかね、買うもんはねもうわずかなんですけどね、まあ、しっかり最後頑張ってみたいと思います。昨日が遅いじゃん、うん、腹がね、ほんとこの時期がパンパンなやつだな、みんな俺誰もいないもん、ね、やっちゃうまいじゃん。いやいや、そういう問題じゃないけど、いや名簿が1番カードか、名簿がどうか4000カードか、4000円カードか、3番カードか、3番ヒラメが1カードか、ヒラメが1カードか、6000カードか、6000円カードか、5パーカードか、55カードか、5453カードか、45カードか、45のカエか、43カードか、42のカエか、43カードか、3番手よ、3000か、1000カードか、310カードか、10倍、はい、マルキーの10分が1回、周りかどか34、ハードか34のカエか33、ハード
ドカマルキナション3300円がドカマルキナションマルキナションがドカアドカエフルキバー160万がドカニガイガワリガイチョウアドカエチコウチョウキバーキバチェンキバチェンはい、かわいいかどか4号かどか4号どかえか4三かどか4千3番9番9番全3番3番どか3番かわいいかどか3番かどか3番どかえか3号かどか3号3人かどか回る気の実はいいまいかの3号ほんと310番かどか12まよかどかはい、励みんですが、まあ励もね、当然もう注文の必死なだけっていう感じですけどね、いいですね、ぶりうわー、これいい山だよね。年末にね、このが飾ってあるといいんですけどね、それなりの値はするでしょう。やっぱアドカブリ1本のか9号アドカ9点が計1番下アドカ1番3段アドカ1番4段アドカ1番4段1番4段アドカ1番6段すげえよブリが1本アドカブリ1本のか3アドカ1000円かアドカ7号アドカ13番アドカーだ1000円カードか6アドカー6を6000アドカー6000円カードかドンパ9番10倍トイ周りカードかドンパアドカー5アドカー5100円も9番5100円もドンパ9倍トイ大概トイアドカー大概1倍がドンパ53アドカー63アドカー6000の5アドカー6575アドカー3アドカー5アドカー8000の剣が600アドカー8000の剣が大概トイアドカー大概1倍がドンパ35アドカー3000の剣がドンパ33アドカー32度かえか32アドカー32アドカ4号、アドカ4点の剣がアドカ5号、アドカ5点の剣がアドカ5号、アドカ5点の剣がアドカ5号、アドカ5点の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 アドカ5号、アドカ5号、アドカ5点の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 アドカ海外1枚がアドカ5アドカ5000円が剣がアドカ6点アドカ6000円がアドカ9番6000円がアドカ5回周りかアドカ5号アドカ5000円が剣が5号アドカ3号周りかアドカ5号アドカ5号アドカ5号アドカ5000円が剣がアドカ3号あーもう3月の前回周りかアドカ53アドカ53動きをアドカ7000円カードカ6アドカ6563アドカ6363アドカ6000円カードカ5アドカ5パアドカエカ5アドカ5339ドンペ300円アドカ3月様スケ様10スケの様のアドカ1回ラバリカードカ2号アドカ2523アドカ2000円カードカ2000円カードカ2000円カードカ2000円アドカヒラデが1枚がアドカ5号アドカ6号アドカ8号アドカ93アドカ8アドカ1番アドカ1番様アドカ3、アドカ32のカエカ3、アドカ3000円カードカ3、3000円カードカ3、3月中万が2、ベビーカードカ2号、アドカ2000の剣カードカ2000、アドカ2000円はい、じゃあね、ぼちぼち集まってきましたんでね、はい、よかったんじゃないでしょうかね、大高かったですね、めっちゃ超えてますけどね、値段も超えてますよね、最後の最後、タイが少なかったんでね。はい、萩の天然ぶりも入ってます。はい、こんな感じです。あとは活魚ですね。これは4000、はい、それじゃあね、セリももうすぐ終わりそうなんで、私も戻って頑張りたいと思います。はい、もう最後のセリはね、やっぱそんなに多くはなかったんですけどね、まあ結構ね、ナマコ、今年ナマコ多かったですね、最後の方はね。うん、まあそれなりの安定した値で買えたんでね、良かったと思います。はい、ということなんですが、まあ本当ね、今年1年もね、こちら上野市場見ていただき本当にありがとうございます。
まあ魚もねもう正直どん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 少なくなってきてるんですけどね、まあ漁師さんもね大変な中頑張ってますんで、できるだけね本当高く買ってあげたいんですけど、なんせね魚屋さんもね売れないんですよねもっとね、まあ、魚の、需要、普及にね貢献できればと思って、まあ、頑張っていきたいと思いますんで、応援の方もよろしくお願いいたします。ああ噛んだね最後はい、ということで、まあ、とりあえずはねあと2日です。今日は明日、はい、今日も1日しっかり頑張っていきましょう。さあやるぞ気合が抜けてしまう。いや入ります。はい、それじゃね戻って頑張りたいと思います。はい、土曜日、今年ね最後の開地、水揚げ量はねそんなになかったんですけどね、まあまあそれなりにね盛り上がってましたねまあここまで来るとねもうほとんどのお店がねもういるものがもう本当に限られてね、注文本当にいるものはもう注文出してますんでね、まあそんなに慌てることもなかったんですが、ただ今日やっぱ活魚とかね、今日の今日いるものとかいうのはね、やっぱ水揚げが少なかったんでかなりね高騰してましたね。サワラはね昨日の水揚げで、まあ今日もそのちょっと落ち着いたような感じの値段だったんですけど、それ以外の白身もんとかね、マタイとかヒラメ、あとヤツもすごかったですね。ちょっと最近ない値段がついてましたけどね、まあしょうがないですね、最後ですからね、あなってしまいますかねはい、ということで、まあとりあえずはね私もね色もんはしっかり揃いましたんで、これで今日もバッチリいけると思います。はい、ということなんですけど、あとはねお店の方しっかりね準備していきたいと思います。はい、まあ大変なんですけど、まあお店の営業時間もそうなんですけどね、結局この時期はね営業外のとこでねやっぱね踏ん張らないといけない時になってますんでね今日明日、まあ、寝ずにね頑張りますんで、はい、皆さんにねいいものをお届けしたいと思います。はい、ってことなんですけど、まあとりあえずはね本当一番最後になりました。はい、明日からね、次の市場の再開が明けての、5日ですね。5日が初競りになります。まあだいたい初競りといってもね毎年のこと、あんまり魚がね上がってこないんですけど、まあでもね1年の始まりということでね、まあ頑張って魚があれば仕入れてみたいと思います。はい、ってことなんですけど、まあ最後になりますけど、皆さん本当にねまた今年も1年ありがとうございました。かなりねまあ去年と比べてまたチャンネルもね登録者も増えて、応援してくれる方もね増えてきたんで本当に喜んでおります。はい、まあこれからもねできる限りね頑張っていきたいんで、引き続きの応援の方よろしくお願いいたします。まずその前にね人材補強ですねはい、来年ちょっとね上げたらゆっくりした時に本気のね人員募集かけてみたいと思います。はい、ということで、まあとりあえずは今日一日しっかり頑張っていきましょう。はい、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。よし頑張るよ。はい、お店到着です。はい、じゃあね競りも終わりましたんで、さあお店売りとね注文としっかりクリアしていきたいと思います。はい、よいしょ。おはようございます。はい、今日もよろしくお願いします。頑張ろうね。はい、
この60のおじさんでも。いやいやいや、本当の名前は何ですか。キヨちゃん、拍手取りしよう。いやいや、これ大谷で、大谷でお願いします。大谷さん、はい、キヨちゃん、大谷で痛めていいんですか。はい、大きいに痛めて。はい、うわー、いい、撮っても、撮り出してもいい、それはいい、 YouTube 載せてもいい。YouTube 出していいんだよ。ほら、よかったね。魚も美味しいですよ。めっちゃ嬉しい。キヨキヨさんの YouTube もよう説明してくれるやん。もうすごい。ここに載せてくださいよ。はい、お店到着です。おはようございます。はい。年が明けましたね、元旦。今からね、元旦のご注文のお客さんのお刺身とお寿司と惣菜作っていきます。ああ、昨日はね、本当にもうてんやわんやの大騒ぎで、まあなんとかクリアできましたけどね。あと一日、今日頑張ればお休みが来ますんで。もう一日ね、頑張っていきたいと思います。よし、頑張ろう。おはようございます。どうもありがとうございました。本当、いやいや、私おがちゃん、私もよろしく。おふみ、バイバイ。よっしゃ、斜め一列でお願いします。はい、終わりましたね。じゃあ改めて新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。昨年中は本当たくさんの応援をいただき本当にありがとうございます。まあ、またね、新しい年を、ね、迎えられましたんでね、また今年も一生懸命頑張っていきたいと思いますんで、引き続き応援の方よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、今日からが本当の私たちの正月お休みになります。またね、今度は年明けですけど、5日からね、初競りがありますんで、またそちらの方でご紹介していきたいと思います。はい、はい、皆さんもお正月お楽しみください。ゆっくりしてください。ありがとうございます。ゆっくりします。来て、もっちゃん、もっちゃん、うんが、もっちゃん、元気。お母ちゃんのお母さん、お母ちゃんのお母さん、ちょっとピリピリしちゃったけど仲良くできたよ。今年もよろしくお願いいたします。お願いします。